こんばんは、くしゃんとまぼです。よろしくお願いします。本日はバブアの定番モデルを紹介していきます。はい、ビデイル、ビューフォート、ボーダー、そしてそれらの原型となっているソルウェイジッパーについて紹介をさせていただきます。はい、1着目何を買おうかと考えている方や2着目3着目の購入を考えている方の参考にもなるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。また最後に少しだけコーデの紹介とかもしていきますので、ぜひ最後まで見ていっていただければと思います。はい、じゃあまずはこのバブアの代表的モデルといえるものですね、はい、ビデール一番有名です。はい、紹介します。日本では最も着ている方が、ね、多いんじゃないかなと思います。はい、こちらですね。はい、でこのビデールっていうモデルは1980年に英国貴族の乗馬用として開発されたものです。本日紹介する4つのモデルの中で一番着丈が短いものとなっておりますね。はい、まあ特徴はこの乗馬の際にこの馬の時にね、ペロッとなるように、はい、ここがここです、ね、サイドベンツになっているっていうここです。はい、そうですね。とあとはこう馬乗った時にこう風が入らないように、はい、ここにリブニットですね、はい、こんな感じであったかい感じに、他のモデルだとなかなかない、はい、そうですね。はい、ビデールの特徴、特徴ですね。あとはこれですね、ハンドウォーマーが、はい、まあ、ここに大きいポケットが2つついてるんですけど、さらにここにもハンドウォーマーがついていて、はい、でこの中もちょっとコーデュロイ素材というか、うん、あったかいんですよね。なんか結構こんな感じでこういう感じで、まあ、ポケットも、はい、出れるっていう感じです。手が暖かく保てると、はい、まあ、代表的なモデルだけあって、はい、機能性がもう完璧ですね。うん、コーデの幅もすごい広いし、そうですね、はい、合わせやすそうですね。もう本当に合わせやすいですね。まあ、そういった意味でも、まあ、一番おすすめなんですけども、はい、まあ、人と被りやすいっていう、はい、デメリットがありますね。僕も同じのもそうですね、結構たまに被りますもんね。はい、あと日本だと結構あのダークスーツ、はい、まあ、サラリーマンの方とかダークスーツにビデールをそのまま合わせてる方もいらっしゃるんですけども、うん、まあそれはそれで別になしではないんですけど、はい、やっぱりこのカントリー由来のジャケットなんで、カジュアルな色で、はい、まあ、こういうツイードジャケットとか、うんうん、カジュアルした、はい、カジュアルな、なんかあのオフィスカジュアルそうですね、にはすごい合うと思います。このビデールを基準に、はい、あと残りの3つのモデルを比較して紹介していきますね。はい、次はビューフォートについてです。こちらの、はい、今僕が着ているモデルですね。はい、こちらが1983年にゲームハンティング用で作られたモデルとなっております。はい、パッと見違い分かりますか、こちらの、このビデールとビューフォートね、はい、ちょっと分からない、分かんないですよね。はい、ほとんどこちらのちょっと着丈とか長くなってます。36で、あの丈のこの長さが大体5センチぐらい違う、ここか、はい、5センチぐらい、あとあの身幅とかも少しあのビデールに比べてちょっとゆったりしてる。そうですね、こっちの方がちょっとそうですね、はい、キュッとしまってる。なのであのビデールと同じくかなり万能な、うん、何にでも合うような、そうですね、かと思います。はい、僕も次購入するならこのネイビーのビューフォートがすごい欲しいなと思ってて、本国イギリスだとこのビデールよりビューフォートの方が売れてるみたいですね。はい、ですね、はい、その他細かいですが、ビューフォートはですね、こちらビデールと違い袖の部分がさっきのあのリブがついてたと思うんですけど、リブがついてないんですよね。ナイロン素材になっております。でこういう風にボタン式で留めれるようになっていて、でこちらもあの SL モデルと昔のあのクラシックモデルと違うんですが、クラシックモデルの方はマジックテープで、 SL モデルはこういう風にボタン式となっております。でこちらあのハンティング用なので腕まくりをしやすいようにこのようになっていると言われてます。あとはジャケットを中に着込んだ時にあの干渉しないようにこういう風になっていると言われておりますね。考えられてますね。はい、こちらのビューフォートの最大の特徴はこちらのゲームポケットというか、こちらにここについてるんですが、はいはい、これ一応もうハンティング用なので、あの取った獲物をここに入れるように、めっちゃでかいですもんね。めちゃめちゃでかいんですよ。もう後ろ全部つながってて、ここ全部あるんですよね。ここも開けれますもんね。だってここ繋がってるんですけど見えますよね。はい、見えてます、はい、見えてます。なのであの、まあ、現代だったらそんな使うことはないんですけど、そうですね、あの、はい、まあ、僕とかはあの手ぶらで出かけた時にここペットボトルとか、うん、ね、いいですね、入れてたりします。うん、で中がナイロン素材になっているので、まあもうそもそもあの獲物を入れるのに血が染み込んじゃうと必要かなと思うんですけど、はい、まあそういう風にあの手ぶらでももう全然容量がいっぱいあるので、うん、ここ以外にもこういうポケットとか、ね、内ポケットとかもありますし、ありますし内ポケットとかもあるんですが、やっぱりここにね、うん、大きいのがついてるので、いいですね。これカバンいらないですね。カバン本当にいらないですね。はい、次はボーダーについてです。はい、こちらがですねちょっと手元にないので写真での紹介になってしまうんですが、はい、ビューフォート、さっきあのこのビデールより少し丈が長いのがビューフォートだったと思うんですけど、はい、それよりさらに丈が長くて、あの大体膝上ぐらいまでの丈になっているのがボーダーとなってます。コートみたいな形で、そうですね、はいはい、あとはあの他のモデルがこうラグランスリーブ
肩の部分がラグランになっているのに対してセットインスリーブになっているのがボーダーです、まあ、こんな感じで、はい、まあ、肩に縫い目がない感じですね、はい、まあ、なので肩に縫い目がないので、まあ、肩幅とか、まあ、気にせずサイズ選びをできる、はい、オーダーは肩に縫い目があって、はい、ここに、まあ、ほとんどの服装って言うんですけど、うん、まあ、なので大人っぽい印象になる、そうですね、カチッとした感じになるかもしれないですね、はいはい、ちょっと若い人に着こなすには難しいかもしれないですけど、はいはい、まあ、着こなせれば大人の男って感じですね、はいはい、それでは最後にソルウェイジッパーについてです、はい、じゃあちょっと着替えましょうか、はい、せーの、あ、ちょっと脱げすぎちゃいました脱げすぎちゃいましたね、もう一回いいですか、はい、せーの、あー、よかった、はい、ソルウェイジッパーに着替えました。でこのソルウェイジッパーは、はい、まあ、先に紹介したビデール B4 とボーダーの思想的なモデルですね、はい、もう元祖みたいに1960年代に、はい、カントリージャケットとして、まあ、フィッシング、乗馬、ハンティング、はい、まあ、行う用のカントリージャケットとして発売されました、はい、でこのソルウェイジッパーをもとに、まあ、乗馬だったらビデール、ハンティングだったらこの B4 と、はい、まあ、フィッシングだったらスペーみたいな、はい、全ての起源になってる、そうなんですよ、はい、火の呼吸みたいな、ああ、そうですね、はい、始まりの呼吸ですね、始まりの呼吸、はい、はい、突っ込んだ方がいいかなはい、このソルウェイジッパーなんですけども、はい、まあ、長らく廃盤になっていて、で、復刻されたモデルになっております、まあ、復刻版、日本に売ってるものはブルガリア産ですね、はい、はい、あと、まあ、このモデルに関わらず、まあ、別注モデルとかは、まあ、中国産とかになってるんですけども、はい、まあ、決して偽物というわけではないですね、うん、はい、まあ、僕はちょっと世代的にどうしてもやっぱイギリス産というものがね、はい、はい、いいんで、まあ別に生産国でね、なんか良し悪しを判断するのは良くないと思うんですけど、はい、まあでもめちゃめちゃ分かります、分かりますか、はい、はい、やっぱりイギリス産の方がちょっといいかなと思ったりしますね、はい、せっかくなら、はい、まあね、だからといって別に品質が落ちるとかそういうわけじゃないんですけどね、話を戻して、まあ、特徴を紹介していきます、はい、まあ、着丈は、まあ、ビューフォートとボーダーの間ぐらいですね、そうですね、はい、結構長めになっていて、このウエストベルトが特徴ですね、はい、他にはない、そうですね、でここで縛ったりとか、うん、まあ、こうやって結んだりとか、あとはまあ後ろで結んでね、はい、あえてつけないとか、はい、いろいろありますよね、垂らしたりとか、あと前に紹介した3つのモデルにはない、この胸ポケットが、はい、あるのが特徴ですね、ミリタリー感が出てすごくかっこいい、ね、かっこいいですよね、胸ポケット、それもさっきのこのビューフォートと、はい、まあ、一緒ですね、リブではなくこのボタン式になっている、はい、で、僕さっきビデール着てて、ジャケットの上に着てたんですけど、やっぱりこの袖の方がジャケットは着やすいですね、かさばらない感じが、そうなんですよ、まあ、でもハンドウォーマーがないのがね、ちょっと残念ですね、はい、はい、ここにポケットがないんで、こう入れるか、入れたくなりますよね、そうなんですよ、癖でね、やっぱちこなってないみたいな、なんですよね、まあこちらやっぱり他の人と被ることはあまりないなっていう感じですね、まあ、まず見たことない、はい、あまりないですね、ほとんど見たことないです、はい、で以上が、バグアーの定番モデルの紹介でした、はい、まあ、最後に簡単にコーデを、はい、じゃあ紹介しますね、じゃあこの辺り、ここの辺りに出しましょうか、出しましょう、はい、せーの、はい、じゃあまずはじめにビデールのコーデです、はい、前の動画でも、はいはい、出したやつの使い回しでなんですけども、うん、はい、まあ普通にタートルネックのニットに、うんうんうん、まあコーデュロイのパンツですね、あとはスエードの靴を合わせて、はい、まあカントリーの、そうですね、はい、ジェントルマンカーが、ジェントルマンの休日みたいな感じです、ね、素敵おじさまって感じ、ね、素敵おじさまですね、はい、はい、次がビューフォートのコーデです、はい、ちょっと全体的にあのモノトーン系にしてなんかシックな感じになっているかと思います、いいですね、こうモノトーンでまとめている感じで、そうですね、はい、なんかすごいわちゃわちゃしてないんですけど、そうです、大人っぽい感じ、大人っぽい感じの、はい、まあ、悪く言うとちょっと守りに入ってる感はあるかもしれない、まあまあまあそうですね、はい、まあでもモテ路線ですね、これが、そうですね、綺麗めコーデで女子受け抜群はいはいボーダーちょっと手元になかったので、はい、すいません飛ばしますね、最後にソルウェイジッパーのコーデですね、はい、はい、まあまさに僕が着てるような感じですね、ツイードジャケットの上にまあ合わせるっていう感じで、はい、まあさっきも言ったみたいにもともとカントリーテイストのジャケットなんで、まあ、やっぱりこういうツイードとか、そうですね、はい、カントリー感の本当のガチガチのスーツっていうよりもこういう風にそうですね、ちょっとカジュアルな感じのスーツの方が、はい、に合わせるのが、はい、ジャケットとかに合わせるのがやっぱりいいかな、雰囲気もそうですね、はい、靴もスウェードの靴で、うん、まあ、カントリー感を出して、はい、素敵なコーデかと思います、ありがとうございます、はい、以上がババアの紹介でした、はい、まあ、ババアのいいところって、まあ、やっぱり今こう初めからこうデザイナーがかっこいい服を作りましたじゃなくて、うん、馬にまたがったらこうペロッと合うようにとか、はい、風が通らないように、はい、リブにしたり、まあ、ハンドウォーマー作ったり、この襟もコーデュロイにしてるのも、まあ、やっぱり寒い時に締めて、はい、まあ、首元があったかくなるようにとか、
特徴的なジッパーとかも、はい、ジッパーですね、はい、大きいですもんねこれね。アウトドアしてる時に、まあ、手袋してるんでグローブしたままでもこう開け閉めしやすいように大きく作ったりとか、うんうん、そうやってこうアップデートしていく中で今の完璧に近いバブアーができていく。まさにその通りですね。もうバブアーっていると、はい、もう快適すぎてストレスに感じることってもう全くないじゃないですか。そうですね、もうむしろ気持ちいいっすね、はい、気持ちいいっすここまでいくとね変態かもしれませんけども、はい、はい、ということで、はい、今日はバブアーの定番モデルについてお話しいたしました。はい、このチャンネルでは他にもですね、経年変化を一緒に楽しめるような服だったりとか靴などについて、お話をさせていただいております。もし気に入っていただけましたら左下のチャンネル登録ボタンを押して、経年変化委員会の会員になってみてください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。